こんにちは、原町接骨院久松です。今回は冬の夜のお供、電気毛布のメリットデメリットということでお話しいたします。はい、電気毛布ね、寒い時ね、すごくあったかくて気持ちいいと思うんですけども、いい点もあれば悪い点もある、ね、今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは電気毛布メリットデメリットを知り、その使い方どのようにしていくかお考えになるはずです。ではお話しいたします。はい、電気毛布まずメリットです。メリットは電気代が安い。これエアコンとかファンヒーターよりも全然安く上がるんですよ。ですから暖房費めちゃくちゃ少なくて済むんです。そして電気毛布すぐ温まるんです。はい。そしてね、電気毛布で寝るともう全身が温まるような安心感がすごく気持ちがいいんですよね。寝りやすくなります。はい、というメリットがあるんです。じゃあデメリットどういうことか。デメリットなんですけども、これは脱水しやすい。要はもう長時間これ電気毛布使うと、水分を多く消費しちゃうんですよね。ですから肌や喉が乾燥する。そして人によっては脱水しすぎてめまいを起こしたりすることもあるんです。そういうメリットもあります。そして2つ目、睡眠の質が下がるんです、電気毛布使うと。っていうのは、睡眠中は体温を下げる指令を脳が出すんです。もうそういうシステムになってるんです。ところがね、電気毛布使ってると下がらないので熟睡モードに入れない。結果睡眠の質が悪くなってしまう。そして3つ目は電磁波。電磁波に関してはまあ使ってるとそうですけども、これって携帯電話とかでもね同じにはなっちゃうんですけど、やっぱ長時間使ってると電磁波浴びる時間が長くなってしまうというね、メリットデメリットがあります。はい、次回の動画ではですね、この電気毛布ね、安全に使う方法を、ご紹介いたしますので、ぜひぜひ、次回の動画もご期待ください。ということで今回の動画もう一回、復習すると、電気毛布メリット、電気代が安いんです。エアコンやファンヒーターより全然安くつく。そしてすぐに温まります。そして全身が温まる安心感があります。でデメリットなんですけども、デメリットは脱水しやすい。これ長時間使用すると水分を多く消失するので肌や喉が乾燥する。人によっては脱水しすぎてめまいを起こしたりすることもあります。そして睡眠の質が下がる。これは睡眠中は体温を下げる指令を脳が出すんですけども、使ってると下がらないので熟睡モードに入れない。結果睡眠の質が下がってしまう。あとはね、電磁波浴びやすくなってしまうというデメリットもありますので、ぜひね、それらをね加味した上で、安全な電気毛布の使い方をしていただきたいです。次回はねそれについてお話ししたいいたしますからね、ぜひぜひ次回もご期待ください。そしてこれをご覧のあなたが、電気毛布使ってないんだけども体調が良くない、どうにかしたいということでお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して触られるということに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。